皆さんこんこにちはテクニカルス森内でございます今日も日も本株式をよろしくお願いしますす今日日日は7月の19日の火曜日ですお題が、修正するかでここまで違うという話をさせてください。これ何かっていうと、ウォンテッドリーが7月の15日に決算発表して、なかなかいい決算で進捗率も高かったんだけども、修正がなかったんですよね。結果5.68%で、これ日中の動きぜひご覧いただきたいんですけども、切なくなるような下がり方だったので、ちょっとこれを紹介できればなと思ってます。また対照的に出前感、これがですね、結構上がったんですけども、この決算もぜひチェックしていただきたい なといいう,うに思っておおりまますすよろしくお願いしく願、えー、こうやって今日の振り返りとか個別銘柄また今後の質の売買戦略もそれぞれ見ていきますのでぜひ最後までよろしくお願いしますということでこのチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返り毎営業日夕方5時配信目指して頑張っておりますえー、明日もやりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは今日の終値です3、えー、指数揃って上昇となりました日経金株から0.65%の上昇トピックスが0.54%マザーズ0.86%の上昇ということで3指数揃って午前中ちょっと不安定でしたが午後は こう、高値圏で引けてということで、ちゃんとプラスで終えたということになってます。アメリカ株が下がっていたことを考えますと、そ、ま、こ、あ、がたいと、よく言えるのかなというふうに思いますね。日経圏値上がり銘柄数169銘柄ありますし、ファーストリテイリングのちょうど見ていただきますけども、やっぱ高値が続いてるっていうのはね、なかなかいいところだなというふうには思います。バイバイだけ見ていきましょう。トップがレーザーテックですね。こちらもプラスです。一方で、東京エレクトロンも5位に入ってますが、こちらは小幅なマイナスといった感じです。今日上昇が目立っていたのは海運株ですね。日本予選3.46。川崎 激戦7.35調整三井3.91ということになってます。一方任天堂なんかはちょっと下がってますね。になっています。続いて。 えー、ブロースの方だとプレシジョンシステムサイエンスが1位で8.17%、最近売買代金目立ってますよね、ちょっときっかけだけでも確認をさせていただければなというふうには思っております。また TKP、続進ですね、とか、あとバイオ関連もやっぱり強いなという動きが続いております。では、個別目から見ていきましょう、まず海運株見たいと思うんですが、日本優先から見ていきましょうか、でニュースをちょっとチェックできればと思うんですけれども、きっかけはですね、バルチック海運指数の底入れの兆しですね、結構昨日バルチック海運指数が戻っていましたので、そこで で、海運株が見直されているというのはあるのかなというふうに思います。お金の流れ、少しまた変わった感じはしますね。そして海運株のこれ、日本陽性のチャートですけども、1回、2回というふうにそこを打って、ぐっと25日線も超えてきた、強い陽線の動きですね。ただ、出来高が伴っていないので、なんか恐る恐るって感じではあるとは思うんですけども、かなり1万円に近づいてきたという形になっています。えー、過去、1万円っていうのはかなり意識されてきた水準ですので、この節目を超えることができるのかっていうのは一つポイントだと思うんですけども、ただ、冷やしで見た時の赤い線が75日。 緑の線が25日、青い線200日であり、これ全てちゃんと超えているんですよね。なので、まあ、そこまで抵抗はないかなというふうに思います。周足して見てみましょうか。周足してみると、26周線。 ここが少し抵抗になるかもしれませんね。ちょうど1万41円ということですから、だいたい1万円の水準で抵抗が1個だけ26週移動平均線という抵抗が残っているという感じになっています。この辺まで来た時に日本優先の動きを見ておきたいと思います。また信用倍率で見ますと8.32倍。これは受給としてはちょっと重たいかなといった感じ。でも PR や配当利回りなんかが株高というか支えてくれる要因にはなるかもしれません。 続いてファーストリテイリング見ておきましょう。こちらニュースは特に新しいものは出てはいないんですけども、冷やしチャートですね、えー、見ております。で、決算を超えて、ぐっと高値を更新し、要線をつけた。そこからさらに高値を取ってきて、窓も開いている状態でという形ですが、今日はローソク足とちゃ陰線でしたね。ただ高値をしっかりと更新しているということで、明日以降もね、まずしっかりと見ていきたいなというふうに思います。えー、ボリンジャーバンドと RSI をちょっとつけてみましょうか。ボリンジャーバンドを見ますと、プラス2シグマを超えている状態、3シグマも超えている状態ですから、ちょっと加熱感もあるかなってった 感じですかねただ RSI はまだ80を超えていない、70も超えていない、63.61ですので、まだそこまで過熱感はないかなというふうには思います、それでいて、これは信用倍率が非常に少ない、0.68倍、また新しいのが今週出てくるのかな、祝日絡むとちょっとややこしくなるんですけども、そこまたチェックしていきたいなというふうに思っております。 続いてグロースの売買代金トップですね。プレシジョンシステムサイエンス見ていきたいと思います。で上がり始めたときがです、ね、6月の24日ぐらいからですかね。その辺からまあ大きく上がり始めたんですけども、その時にはこのサルトウイルス検査キットを7月販売へという形で載っています。また、ね、最近でいくとバイオ関連が、ね、一斉高というような形。これは消去法的な資金シフトというふうに書いてありますね。まあ、こういったものも重なりまして、今 グロースでは売買短期トップということになっています。なので、まずは移動平均線で見てみましょうか。こんな感じですね。ものすごい上がり方ですね。6月17日の底値が360円、今897円ですから、3倍いかないぐらいですか。そこまで上がっているということにはなっています。ででで出てますすが80ですのでちょっと と買わすすぎかかなとといいった感じかと思います一方で売買代金で見てみますとこんな感じですかね売買代金がものすごい増えて上ヒゲを残してという形になりますのでボラティリティの激しい相場になるんではないかなというふうに思います さあ見ていきましょう。えー、問題のオンテッドリーですけども、こちらですね、決算内容ですね、とても良かったなというふうに思います。また他のニュースを見てもですね、今日見ているのは、大幅4日俗進とかね、年初来高値とか、こんなふうに載っていました。で、えー、若干嫌な予感はしてたんですけども、その嫌な予感が的中してしまったっていう感じですかね、にはなっています。何かっていうと、2日間連続でですね、ぐぐぐっと要請つけて5%、5%ぐらい上がったんですね。ここ2日間だけで10%ぐらい上がってたんですよね。で、10%ぐらい上がっていた中でっていうのは、要は決算に期待が集まっていた、期待が集まって 非常にいい決算が出た、いい決算が出て、基金直率も高かったけれど、も、情報修正がなかった、ここがですね、一番の期待の外れのポイントですかね、という形にはなっております。今日の高値が2498円、今日の終わり値2094円ということで、まあ、その値幅で見ると約404円ですか、404円ってことは20%弱ぐらいですよね。 がザラバに下がってるということですからかなりやっぱりインパクトは日中の、ね、下がりというインパクトで見るとかなりあったんじゃないかなというふうに思いますまたここの売買代金が飛び抜けていますしその時の売買代金がここですよねこの辺ですよね結局この決算を持ってもですねこの時の期待を超えてないということになってしまいますのでちょっと見方をどう見ていいものかっていうのは難しいところかなというふうには思っておりますまたここを、ね、明日以降で超えられなければまた明日もこういう動きが続くんであればちょっと上値が重たい印象の方が強くなっちゃう なといいう,うに思いますよねそれでいて PER がまあそこまで安いというわけでもないですからねちょっと上値を追うのには。 この決算では物足りないという今日の市場の反応だったのかなというふうには見て取れます。一方で出前感見ていきたいと思います。出前感はですね、修正出してますね。で修正でこの辺の見出し見ると、今期は最終赤字拡大、未定だった配当は無配継続みたいな感じで、あんまりいい決算に見えないかもしれないんですが、修正を見てみるとですね、もともと営業利益が550億から500億の幅、レンジで、ね、予想を出していたものに対しまして、今回予想はマイナスの370億ということになってます。 円の赤字ということですね。で、こことここ前期実績と今期予想を比べたら赤字拡大なんだけども、元々出ている。赤字550から500億っていうレンジに対しては結構ね。あ。そんなに赤字出ないんですね。って130億円ぐらい赤字が少ないんですね。っていうことですから、どうなったかというと出前感はですね。15.6。7%上がっているということですよね。まあ、こういうことが起こりうる。まあ、結果、やっぱり修正があるかないか。また期待されてないものに期待がプラスされた。ちょっとしたいい材料がプラスされたっていうだけで結構株価。は 反応するとといいうところはぜひ押さえて,おいていただきたたいいいかなという,ふうに思まますまたこれ出来高を伴ってますので結構期待はできるとは思うんですがひとまずはですね75日戦、ここをですよ、ね、超えるかどうかというのがポイントかなという,ふうには思います。今日の終わり値が502円ですよねで。500円を超えている状態というのは6月、7月の高値もしっかりと終わり値ベースでも超えてますからまずは期待はできるのかなという,ふうに思いますし今回の7月の安値も6月20日の安値を終わらずに超えてきたというところで見ると、まあ、やっそこ打ちをした可能性というのはすごく高いなというふうには感じております。あとやっぱり75 どれだ0 0 5日を超えてくるかというところがポイントになると思いますので、ぜひ出前感、注目をしてみても面白いと思います。というのも、長期で見たときには、ですねかなり下がってきた後なんですよね、この辺のコロナ安値すら今、低い状態にいた、今、コロナ安値水準と同じぐらいにいたということですし、当然、赤字の理由というのは先行投資ですよね、ポジションを取るために、シェアを取るために今までやってきたことではありますので、でこれ、個別銘柄のことを分析するマガジンの記事にもありますので、よかったら、ね、そちらもチェックしていただきたいなというふうには思っております。では、指数をチェックしていきたいと思います。まずは日経 平均株価なんですけどもちょうど雲にぶつかったところですねこの後雲を越えてくるかどうかっていうところが最大のポイントであり RSI は50を超えた直近のこの辺も超えてきてますので今上に向かってエネルギーはね動いていることは間違いないんですけどもちょうど前回高値と同じ水準また雲が抵抗する水準ですのでまあ、明日の動き方っていうのは結構ポイントになるかもしれないなというふうには思っておりますまた地高スパンがちょうどこの株価にぶつかって買いエネルギーが強いということであれば上がるんですけども明日もし横ばい圏であればですね結構上に行くんです けども,もし、まあ、そのままの流れで言うならば抵抗を抵抗として機能するのであればガクッと下がる可能性も結構あるかなというふうに思います明日結構重要なポイントになるかもしれませんね、えー、トピックスに関しましてもちょうど雲が抵抗するかしないかというところにいますなので明日の動き同じく注目をしていただきたいなと雲と地高スパンがちょうどぶつかっているぐらいのところ RSI はぎりぎり50を超えているというところなので上に行くエネルギーはあるものの上には抵抗があるというそういう状態ですね 最後、マザーズです。マザーズに関しましては、陽線をつけ、下髭をつけ、で、ほぼ高値で引けているというところで見ると、まあ、買いのエネルギーは今日は強かったように思いますね。また、まあ、昨日の、昨日、前、前営業日の高値は残念ながら超えられてはいないんですけども、まだちょっと上向き加減でもみ合いが続いているような、そんな感じでしょうか。やはりこの上昇トレンドラインを超えてくるか来ないかっていうのはね、すごく大事なポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄のと子供続きするマガジンですが、メタバースが最新の記事になっておりますが、今日紹介した 手取りとか出前感とかのね個別銘柄を分析した記事なんかもありますのでよかったら月額制で全て過去分見れますのでよかったらチェックしてみてくださいよろしくお願いしますまた本に関しましては増刷がかかりました本当に皆さん読んでいただいてありがとうございます書店購入キャンペーンは継続して行っていきますのでもしよろしければチェックしてみてください書店購入キャンペーンはですね書店購入キャンペーンだけの特典というのがエクセルフォーマットまたこの解説動画そして事例動画という風にくっついてきますのでもしよろしければよろしくお願いしますまた9月が近づいてきましたら9月の四季報でも同じことをや やっていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで追っていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降も明日はちょっとまた時間がぶれるかもしれないんですけども、えー、配信をしていきたいと思いますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら